大韓民国の交通では、大韓民国国内の鉄道、道路、バス、船、飛行機の交通網について記述する。李氏朝鮮時代には、道路の整備が非常に遅れていたが、日本統治時代に、道路の改良が進んだ。第二次世界大戦、朝鮮戦争後、1970年に、京府高速道路が日本とアメリカの資金援助を活用して建設され、以後、 経済発展とともに高速道路網の拡充がなされる。1974年には韓国最初の地下鉄として現在のソウル交通公社1号線が開通した。その際に使用される韓国鉄道線系電車は当初日本から輸入されたがその後国産化された。しかし国産化された現在に至るまでソウルなどの地下鉄車用は 日本の通勤電車に酷示した車両が多く影響が強く見られる。2004年にはフランスの技術によって韓国高速鉄道が開業した。韓国高速鉄道鉄道の総延長は約3200キロで期間は標準期である。1963年からは鉄道庁により運営されていたが上下分離の改革が行われ2005年より 校舎化され列車の運行を韓国鉄道公社、施設の保有は韓国鉄道施設公団が行うこととなった。また2004年より韓国高速鉄道が運行を開始した。地下鉄は現在ソウル特別市と5つの広域市で運行されている。ソウル市内の一般路線バスの例韓国の路線バスは大別して高速バス、市外バス、市内バスの3種類に分けられる。 韓国では、鉄道よりも高速道路の方が、路線延長が長いなど、鉄道よりも道路の整備が進んでいることから、都市間輸送においては、鉄道よりも高速バスの方が、運転頻度が高くて所要時間も短く、利便性の高い区間が多い。韓国の道路は、高速国道、国道、それ以下の様々な段階の道路に分類される。高速国道は2011年現在、 約4000キロの総延長を有している。路線の大半が有料であり、ほとんどが韓国道路公社によって運営されているが、民間企業の管理による路線もある。韓国は、普山港が世界5位のコンテナ取扱い量を要するなど、海運が盛んであり、造船業も発達している。旅客運輸については、南部、西部の島し部と本土を結ぶ路線などが運行されており、 また日本、中華人民共和国との間の国際航路もある。また、日本の山口県下関市との間に毎日運航されているカンフフェリー、釜関フェリーが存在する。愛観航空が最大手の運航主体で1988年までは韓国唯一の航空事業者であった。二番目の大手事業者はアシアナ航空である。このほか近年、エアプさん、 チェジュ航空、ジンエアアなど中小の格安航空会社が台頭してきている。空港はソウル都市圏にあるものとしては、インチョン国際空港が国内最大、世界でも有数の規模を有しており、韓国に発着する国際線の拠点となっている。また、金浦国際空港は国内線を中心とした路線を有している。ありがとうございます。